台湾の民族分布。タオカス族は、北西部の海岸地帯、タオカス族、タオカス語で自称は、トウコット、タウカン、台湾先住民に属する民族である。タイラ保族に分類される。漢字で、同、ここ族、特図族、大公族と表記される。台湾の東園市、新築県、苗栗県、台中市に分布している。台湾諸語のタオカス語を話していた。 1732年まで存在した大原王国の厚生民族である。中国大陸から漢民族が続々と台湾に捕らえ、定着するにつれた岡ス族は圧迫され、1814年に各100年事件が発生した。サオ族はブローカーとして台湾西部平野在住の平保族系を応募し、南長県の堀盆地を再開拓させた。 一部のタオカス族も、堀で、暴利者などの集落を建てた。現在、苗栗県を流鎮森民里や、南投げ県堀鎮坊里里に、在住のタオカス族は、母語や、伝統的な祭りを伝承している。新校舎、東舎、西舎で開催パテ、それ祭。男性のみ参加が許される。関係者以外の者と女性の参加は、タブーとされる。鹿肉、酒、 魚、虫飯、豚肉を備え、母語で先祖に乗る。県伝祭、旧暦8月15日、15夜の前後に行う。当日の午前、青年式、またを行う。これは、マラソンのような長距離走で、参加者は、皆で走り、大胆というソレイがいる淵、池に集合し、正座して、ソレイを拝み、備え物を水に投じた上で走って戻る。優勝者は、 鹿の角で飾られた八巻機、帽子を授かる。夕暮れ時に、粉ん盤という男性は美濃を着て、傘をかぶり、ドラを打ち鳴らしながら、町内を巡り、祭りの開催を知らせる。もともとは、鹿の皮で作った衣装を着ていたそうである、県伝祭が行う前にも、パテを行う。夜に、巨大機を開き、一様と呼ばれる男性三名は旗を立て、 旗竿を布で体に縛り付けて背負い、助手に助けられつつ、祭りの広場に入る。旗竿は、三本の高さが約六から七メートルで、一本が長いと短い、二本の竹で組み立てたもので、上に鈴をつけ、赤リボンで飾られ、白布の旗が風に吹かれてはためく。先祖を迎えるように立て上げる。旗をうっかり倒すの許されない。仮に旗が倒れれば、吹きつとされ。 祭りの間は守らなければいけない。剣王歌が歌う時は丸一本の旗が背負われ、風が強すぎる場合は、剣王だと旗尾のパートは取り外して、ただ短い竹で作った旗を背負ってもよい。昔は、一様には、資格審査があった。既婚二年以内、当年に身内に不幸がないことである。祭りが無事に終了すれば貧富、餅を用意して、皆にお土産として配る。 そのため経済力がない者は、一様にはなれなかった。なお祭りには、意味があり、妻が妊娠中の男性、身内に不幸があった男性、そして、女性全員は旗に触れることは厳禁。田岡す族は、老若男女問わず、広場でお互いに手を繋いで輪になり、足踏み踊りしつつ祭る歌を歌う。その時、旗を背負っている男性3名は、踊りの輪の中で、 フンバンが打つドラの音に合わせて足踏み踊りする。ルる歌は三曲あり、剣王歌は先祖に捧げる歌。旋律は厳かで悲しそうである。一方、剣王だと旗尾は先祖をお見送りする歌なので、雰囲気が楽しげである。暴シャで開催今のソレサ祭、日本の学者イノウカク、井上角と浅井恵林の調査と報告書によれば、 旧暦の7月に挙行されたという。だが、確実の開催日は部落ごとに異なっていた。競争またが開催して、基本的に優勝者は担当者の家族の方が譲ってもらった。各家族の女性のうち目上の者は皆を引き、水源地で先祖の精霊を迎え、家に連れて戻り、担任者はドラを打ち鳴らし、それへさえが間もなく開催することを知らせ。 祭りの広場に皆を集める。地面に、供え物として、握り飯、魚、酒、鹿肉、アヘシャゲ、を置き、先祖に祈る。そして皆は手をつながって踊りながら、今ろ今ろの歌を歌って、先祖に追加する一方、供え物も自由にとってよかった。ありがとうございます。